個性的なメンバーの揃いのシックストーンズ。そのため、グループとしてのまとまりに欠けたり、バラエティ番組での破天荒な言動に賛否の声が分かれる声もある。そんなメンバーのエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。問1、1月11日放送の、時をかける、フジテレビ系に、メンバー全員でゲスト出演した時のこと。田中樹は、どうしたらグループで呼ばれる？と質問し、松村北斗が、6人で出たいですよと訴えた。これを受け、TOKIO の松岡正弘がアドバイスしたこととは？問いに、4月4日に放送された、シクストーンスが MC を務める教養バラエティ番組、バリューの真実、NHKE テレの、正しいヘアケアを専門家に教えてもらうという企画で、E テレらしからぬ黒字優吾のサービスシーンが流れた。それは何シーン？問い3、1月5日放送の、人間観察バラエティ、モニタリング、3時間新春スペシャル、TBS 系で、ジェシーが偽番宣ドッキリ企画のターゲットになった時のこと。仕掛け人の木村拓哉に、ジャニーズ事務所の先輩として、最近の言動にガチなアドバイスされたが、ジェシーは大笑いしながら対応。さらに、デビューしたら、00に連れて行くと約束したが、まだ実現していないと木村にごねた。00、は何？木村拓哉はジェシーの変化を見て、問1の答えは冠番組。田中は最初は同時デビューしたスノーマンと一緒に番組に呼ばれることが多かったが、その後、シクストーンス全員でゲストに呼ばれたのは2、3回しかないと告白。これに松岡は、それだったらゲストって言うよりも頑張ってシクストーンスの番組を1個いただくことだねとアドバイスした。詳しくはこちら。問2の答えは、シャワーシーン。ヘアケアの専門家が、毎日行うシャンプーが特に重要と説明すると、色っぽい BGM に乗せて水着になったコーチがシャワーを浴び、シャンプーをする姿が、シャンプーの洗い方が合ってるのか、コーチの一つの動作のたびに正解か不正解かを判定される、というシュールな内容だった。詳しくはこちら。問3の答えは、ご飯。ジェシーが17歳の時にドラマで共演したという木村は、現在の印象を問われると、スタッフに対する口の聞き方が悪いと指摘し、あれは僕あんまり好きじゃない。もう一回勉強し直した方がいいと語った。そんな苦言があっても、ジェシーは、もう3年経ちますよと、ご飯に連れて行ってもらっていないことにこだわっていた。詳しくはこちら。同時デビューしたスノーマンは、冠番組がゴールデンに昇格しているが、シクストーンスはバラエティに全員揃って出る機会さえ少ない状態。それぞれのパフォーマンス能力は高いだけに、ファンとしては、じれったい思いだろう。画像、シクストーンスジェシー、色気だだ漏れ金のリングが映えるバリキメ顔、おちゃらけてばかりだが、ジェシーの顔面偏差値はかなり高い。